はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は、ガブラス使ってみた動画ですね、いきたいと思います。今回あのフェスで究極真偽とあと第2D 格が手に入ったので、これをねちょっと生かそうかなと思っている次第なんですよ。で、まあ、改めてですね、ガブラスの、まあ、スペックというかどんなことができるのかっていう話をしていこうかと思うんですが、まず、今回のね究極真偽と D 格出る前からチェインキャラ、闇属性の、まあ、チェインができるっていうキャラなんですね。でこれいわゆる大チェインと言われるね闇属性の属性強化大、さらに攻撃力大っていうねものがついてるチェインができて、昔からチェイン役として使ってる方もまあ多いんじゃないかなっていうキャラなんですよ。で、もともと物理ヘビーとかそういったアビリティを使えば闇デバフもねできなくもなかった。まあもちろん常闇の楽園とかね、そういったものを使っても全然いいんですけど、物理ヘビーでもうまいことやれば、デバフができるっていう、このダークネススイング、そうだね、このダークネススイングとかっていう運用もありでした。であと第一 D 格もあったんだよね、ガブラスがね。そっちの第一 D 格の方が闇デバフにより特化してるような内容になってるんですよね。これでもう一回放つ止まりではあるんですけど、闇属性アビリティ使用するたびにヘビーチャージ状態に応じて効果が変わる追撃ということで、これはい、このチャージ状態が1だった場合、1以下が1以下だった場合、一定時間闇属性耐性1段階ダウンというものが、つきますので、これと、まあ、さっき言ったね常闇の楽園だったり物理ヘビーの技を併用すれば闇デバフとしては結構できるあのチェインキャラっていうイメージで、今回新たに実装された第2専用アビでヘイトゲイザー、これが、まあ、こちらもヘビーチャージ状態の段階に応じて攻撃回数が変わる。で、あとプラスで短時間闇属性耐性1段階ダウンというものがついたので、まあ、さらに、闇デバッファーとして特化してきたかなっていう感じがします。で、ただ今回新しく出た第 2D 格の方がこっちもう2回放つなんですよね。その代わりさっきの第 1D 格にあったような一定時間の闇属性デバフみたいな、こういったものがなくて、モード2で自身の闇属性アビリティのダメージ3ターン、周3ターン限界突破レベル1アップということで、火力だね、火力の第 2D 格、デバフの第 1D 格みたいな、完璧に住み分けされたような感じがします。ただ一応ね、火力とは言ってもさっきの第2専用アビとか、使ってあげればこの D 格単品でですね1ターンで3段階ダウンとかすることができます。ただ最近の高難度バハムート霊式であったりとかエレンとかね、ああいったボスになるとフェーズまたぐたびにね闇耐性プラス6とか、しかも一定時間なのでかなり長い時間バフ貼られてしまうので、そういったキャラになるとちょっと短時間じゃ物足んない感がねどうしても出てきてしまうので、まあ昨日アップしたようなねセフィロスの究極真偽使ってみたとか、あと普通のエデンの攻略動画でもガブラスじゃなくルーファウス使ったっていうのはそこら辺でやっぱね違いが出てくるのかなっていう気がする。まあもちろん、ルーファウスがそもそも闇属性チェーンができないっていうこともあるので、ガブラスチェーン使ってる人はもちろん、ルーファウスかガブラスかって言ったら、まあ、ガブラスっていう選択肢になるんでしょうけど、そう他でチェーン使ってる場合はね、まあその場合だったらガブラスかルーファウスが勝っていったらルーファウスの方がデバッファーとしては優秀かなっていう感覚になりましたね今回ね、改めて使って。まあ僕がこれもちろん第 1D 格持ってないっていうのもあるんだけど、てかこの動画自体はもちろんね第 2D 格と究極真偽使ってみようっていうコンセプトの動画なんであれなんですけど、あとあれか究極真偽の話してからまとめ話そうか。でこの新しく出た究極真偽の効果内容っていうのが、一定時間自身の攻撃防御アップっていうバフと、あと待機時間短縮するっていう、これは無条件だね。でアビリティとかの短縮でもないので、もう本当に必殺技発動も短縮されるし、フレンド発動も待機時間短縮されるしみたいな、結構万能な待機時間短縮がつく代わりに、よくある究極真偽の追撃とかないんですよね。進撃ガブラスみたいなものがないので、かなりシンプルな
内容になってて、であと英雄専用アビリティ5区か、これさっきの第2専用アビどうなるのかっていうと、これもともとはですね、そのヘビーチャージ状態が1段階ダウンされる、使うたびに。なので普通の第2専用アビだったら6回攻撃維持するのって結構めんどくさかったりするんですけど、究極神技と D 角併用してるとか、究極神技発動してる状態だと常に6回攻撃で殴ることができるということになるんですよね。なのでこれが結構でかい、6回攻撃しつつさらに、ね、確定デバフができるキャラっていうのは他にいないので、なので火力を出しつつ火力とデバフも両立できるっていうところで見ると、まあ、その点においてはルーハウス超えなのかなって思いますね。ただ、まあルーハウスのようなねレジェマテで闇属性再生ダウンとか、あとねそのもちろんこのヘイトゲイザーを使っている場合は常闇の楽園みたいなね一定時間のデバフっていうことがないので、なんか途中に必殺技挟んでしまうとか、あとバフムトレー式とかねヘデンとかでもある、ね、行動キャンセルとか挟まれてしまうと一気に闇耐性プラス6まで戻ってしまうとかね、そういった危険性もはらんでいるんで、ちょっとそこら辺が使い勝手違うとこかな。これ結構あの結局ガブラスとサイファーとルーファウスどれがいいのみたいな、あと闇デバッファーとしてねどのキャラがいいのみたいな悩んでる方当然いると思うんだけど、この辺の違いかなって思う。うん、やっぱほんとがっつりデバフしたいなルーファウスで、まあ本当にチェインとして使ってるならガブラスで、まあ本当にデバフにこだわるんだったら専用日にこだわらなくても常闇の楽園連打とかでも全然いいと思うんですよ。別に究極神技とか使ったからといって必ず専用日使わなきゃいけないってわけじゃないので、全然常闇の楽園でもありだと思うし、それはもう皆さんのパーティー次第って感じ。例えば他にもガブラス以外にもね、まあ、今回クイナとか入ってるけど、あのミンフィリアだったりとか、まあその他闇デバフが他にもできるキャラ、まあ、今回セシルスはレイブス入れてますけど、レイブス以外でもね、まあ、闇デバフできるようなキャラとか入れてれば、まあそれでいいのかなっていう感じですか。はい、ということでそんな感じです。あとのキャラ、まあ、さらっと紹介していこう。今回あえてあのセフィロスとかではなくレイブスにしたからね、あえてね、あのあんまり他のキャラが目立ちすぎないようにあえてレイブスとか使ってるんで、はい、ウララとかねミンフィリアもやめました。はい、で戦技、シンクロ D 角こんな感じですね。でクイナもこんな感じ。はい、まあ、いつも通りだね。でガブラスがさっきの通りだね。戦技使って D 角使って究極神技っていう流れでいきます。はい、こんな感じ。あとセシル、まあセシルはいつも通りですかね。シリオンウィチェイン D 角シンクロと。はい、でレイブス、はい、オメドラに第2戦アビに新容疑理学シンクロっていう感じですか。で魔石がバハムート霊式エデンギルガメッシュバハムートカイオーディンという感じです。はい、ということでやっていきましょう。まあ、ちょっとあの使い方気をつけないといけないね。レジマテにないの結構きつかったりするかな。あと短時間っていうところは必殺技挟むと本当にギュンって敵の体勢戻ったりするから、この辺は。であとこれ最初第一戦アビでヘビーチャージ状態とりあえず持っていく、これでもういきなりもう2段階になりましたけど、でもう究極神技発動した段階でもういきなり6回攻撃にしたいので、どうなんだろう、この立ち回りの正解か分かんないけど、まあ、いずれにしても第一専用アビ使っちゃうとデバフ戻るからね。あ、デバフじゃねえ、あのチャージ状態が戻っちゃうから、なかなか僕もねガブラスほぼ使ったことないのでガブラス使う機会がなかったんで、必殺技もそうだし、別に他で戦役がいたから。今回はまあゆっくりじっくり立ち回っていこう
まあ大体の方の場合は、最近だとね、クイナ使ってる方も多いと思うんで。はい。チャンウラ、感じて。デバフのね、まあサポートキャラとして、クイナがいたりするか、クイナとガブラスいて、なんかちょうどいいみたいな感じありますね、結構ね。さてどうすっかな。もう一旦、次セシルが、新奥義いらねえか。いらないか。ラビダンのさ、680ってめちゃくちゃ硬いよね。なんか、こいつで39,999、どっちにしても出ないか。って考えたら別に新奥義打つ必要なくねって感じがするな。闇セシいらない説あるな、これ。新奥義。うん。なんか硬いんですよね、こいつが。680。いきなり撃っちゃう。さあ、あと今回のフェスはどれぐらい、果たしてどれぐらい使ってみた動画撮れるかなっていう感じがある。ちょっと2段の引きもあれだったからね。2段の引きだいぶあれだったよね。本当に、まあ、同情してくれる方もいれば、やっぱあれだね、あの僕と同じような引きをしてしまう方もいれば、僕よりさらにひどい引きをしてしまう方ももちろんいるしね。ああ、ほんと、フェスというかガチャはね、魔物が住んでるわ。もう一発貯めないといけないパス。で、エイブスも一発、マビリティ挟まれると属性まとえないっていう、デメリットがね、ある。で、シルビーを打ちます。家庭は。なんかあれだもんね。最近のバハムートとかエデンでもフェーズ1はやや柔らかめだったりとかするからね。こいつもう、ナビダン680のやつらって、フェーズ1からもう結構固めだもんね。そんな感じが。次のターンで必殺打つから、待機時間短縮がっつりしとこう。パッションサルサを打ちたいけどね。パッションサルサ打ちてんの。早いとこパッションサルサも打ちたい感じあるんだけど。はい。で、ここでガブが究極進撃打ちます。レイブス溜まってねえんだ。って考えたら、ガブラスあれだったら、フェーズ2に入ってから、究極進撃打った方がよかったな。あ、はい、お、よかった。タイミングバッチリ。これでだって属性剥がし食らうからね。どうせ食らうんだったら救急進撃ね。3段階ここでまとい直した方が、火力は高いよね。やべえ、失敗したな。これ、タイミング悪いな。さっきのターンでクイーンがさ、ここで、託しておけばよかったよ。これ結構もったいないな。固定7000って。あ、そっか、属性マットでなくなっちゃうんだけど。これだったら、あれだったわ。やっぱ待機させておけばよかったね。立ち回り下手くそですね。立ち回りが下手くそだわ。まあ今回あくまでガブラスがどの程度活躍できるかっていうところなんだ。これは下手だったね。待って、これ、今、レイブスゲージ溜まってんのかな？レイブスは溜まってんだ。レイブス溜まってんだ。じゃあ、いっか。まあ、ちょっと、立ち回り雑すぎるのはあれだけど。こっから、
ガブラスが本気出していけるってことで、ここからガブラス本気なんですよ。まずここデュアルシフトしてみよう。この追撃で闇属性のダメージアップ中と、あと3ターン限定突破レベル1アップ作るんですね。どうに満ちしもの。あとこのパーティーね、LB チェーンないんだよ。それも火力が出ない要因の一つなのかもしれないけど、LB チェーン欲しいわ。闇セシルさ、LB チェーン出てるんだね。な、D 角のタイミングなのかな。僕持ってなかったんだよね、LB チェーンね。何のタイミングで出たのかわかんない。まあでも出たタイミングって言ったら、あれか。LB チェーン。てか、救急シーンあんだっけ、闇セシって。なんかね、最近もう、誰が救急シーン持ってて、誰が持ってないのか。さすがにもう、ほぼ実装されてるから、もう闇セシにもあんのかな。ゲーズさんがマジでクソ型だからね。バリ型だからね。これ防衛魔防精神デバフやっても全然ほら、クソ硬い。まあ、ここで闇属性マトをよくできるんだけど。いきます、ガブラ。全然、幻突しねえ。限界突破しないね。張った。バリ方。おぉ。バブラス1万2000出てる。効いてるね。闇ダメアップが効いてる。今はガブラス一番仕事してるわ。ガブラス仕事してるわ。カスタルがようやく入ってマイカルフにして、聞いてんじゃない。次レイブスの攻撃は多分さすがに幻突してると思う。多分次の攻撃は、うん、1番さんだ。やっぱ全然ダメージ違うわ。全然違う。パッションサルサと闇デバフって大事だよ。デバフって大事だね。デバフって大事だね。リミを発見、ね、一応バフもしておきます。なんかまあしてもしなくても別に結果は多分ほぼ変わんないと思うけど。おお、火力出るね、出るね、火力出てます。もうあとはね、このモードに入ったら、この状態入ったらもうガブラスはひたすら闇デバフできるから。それこそ敵の、あれがない限り。だっけ、コードキャンセルとか、コードキャンセルがない限りは無限にもう闇デバフなんで。こうなったら強い。途中まで全然デバフできてなかったけど、もう、あと殴るだけみたいな状況に入るやつ。強いね。ここがね、ルーバーフだと逆にあんまり火力、そのガブラスほど火力出ないから、この辺の違いだわね。28000。レイブスのね、シンクロアビのやっぱ倍率も強いからね。1.5 倍だもんな。これガブラスフィニッシュじゃん。オーレイオーレイ、よかった。はいって感じでした。まあ強いなレイブス。まあレイブスのシンクラビーね、アビア
アビダメアップ 1.5 ついてて、1万7000いくつとか1万8000くらいでしょ。まあ、それが乗った専用日2万8000出てたけど、まあまあ、総火力で見たらガブラスの方が高かったかなっていう感じです。はい。というような感じでした。まあ、この立ち回りが正解とは言わないけど、正解かはわかんないけど、とりあえず、アタッカーとデバフ、両方兼用できるって感じになる。究極心理と D 角だと、第2 D 角だと。で、さっき言ったように、必ずしも、その、なんかもうちょっと、短時間じゃなくて一定時間欲しいなと思えば、常闇の楽園使うとかね、工夫が必要だと思う。ルーファウスの場合だったら、ワンチャンレジェマテの確率、ルーファウスが中確率ダウンだったか低確率ダウンだったか忘れちゃったけど、そのレジェマテ頼りで運ゲーするみたいな賭けも一応できたりするからさ、ルーファウスは。で、あと、ルーファウスの利点ってあれだわ。あの、まあ、ガブラスのね、ルーファウス褒めてんのあれだけどさ、あの追撃あるじゃないですか、覚醒とか、D 角とか、ああいった追撃にもレジマテの効果って乗るからさ、運がいいと1回であの3段階ダウンとか落とせたりとかするからさ、やっぱその点でもね、ルーファウス運ゲー本当に突き詰めると強かったりとかね。だからあれだね、実際ハイスコアチャレンジ見てもガブラスよりもルーファウスを使ってる人の方が多い印象あるもんね。まあ、多分そういうとこです。っていうか、まあそうだね。はい。まあ、冒頭でも言ったように、やっぱチェインを誰にしてるかっていうところも重要だと思う。僕は今回闇セシルで使いましたけど、ガブラスチェインだったらね、単純にもうチェイン役サイファーとガブラスと、みたいな選択肢だったら、まあガブラスだよねってなるし、そんな感じでしょうか。はい、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。